森花江は日本の女性ファッションデザイナー、地域経済総合研究所評議員、森花江ファッション文化財団理事長、島根県鹿野足郡6日市長出身、父親は山口県の医者の家系に生まれ、大阪で医学を治めた後、母親の郷里である6日市長で開業医となる。父は幼い頃から姉妹の着る服を大阪の高島屋や東京の三越から、 メールオーダーで取り寄せていた。小学校4年生の9月、東京の桃井第三小学校に転校する、東京都立桜町高等女学校を経て、東京女子大学卒業。1948年、学生時代に勤労動員の工場で知り合った、元陸軍主継少佐、森健と結婚する、夫の家業であった、繊維会社で働きながら要塞学校。 ドレスメーカー女学院に通い、1951年、新宿東口に洋裁店、日吉屋を開いた。1950年代の日本映画全盛期に、太陽の季節、狂った果実、悲願へ、秋日より、さんの味、48歳の抵抗等、400本にも昇る映画の衣装を手掛けた。1954年、銀座に、ブティックサロン、花絵森オープン。 1965年にニューヨークコレクションに初参加。蝶をモチーフにした女性的でエレガントなドレスが受け、マダムバタフライと呼ばれてファッション界の話題になった。アメリカでの好評を受け、パリコレクションにも進出した。その後、洋服だけでなく、花絵も入りのロゴと蝶のマークを冠したライセンス商法をスタートさせ、タオルや魔法瓶、トイレのスリッパに至るまで商品数を増やし、 事業の幅を広げた。それまで小規模なビジネスであったクチュール業界において、100億円に近いビジネス拡大は、世界のファッション業界を驚かせるもので、ファッションビジネスの未来を切り開いたとして評価され、1977年には、ファッション業界において、最も権威的であり、非常に閉鎖的でもあった、フランスオートクチュール協会から、アジア人として、初めて会員として認められた。 これらは、その後の日本人デザイナーの世界進出や、クチュールメゾンの巨大ビジネス化に寄与している。顧客には、グレース・ケリー、ソフィア・ローレンなどが名を連ねた。1983年、青木貞夫の混成により、MK タクシーの制服のデザインを制作。それは2005年10月までの22年間使用された。1988年、 ミソラヒバリの病からの復活コンサートでの不死鳥をイメージした衣装をデザインした。1992年、バルセロナ五輪日本選手団の公式ユニフォームをデザインした。1993年、交代子費、マサコの結婚の儀の際に着用したローブネコルテをデザインした。後に、島根県立国際短期大学の客員教授に就任した。 雲南市立大東中学校の制服をデザインした1996年10月、世界でビジネスが拡大していた最中に、夫の森健が死去、2008年、法人内の高等学校において、制服デザインも手掛けている、学校法人都知区学園の鈴木学園グループ評価、再生委員会の委員となる、公益財団法人彫刻の森芸術文化財団理事を務めており、 2012年7月、彫刻の森美術館と美景原稿原美術館館長に就任。2010年に取り壊された花江森ビルの跡地欧米での展示会が好評となり、日本でオリジナルファッションを受注する店を開いた。初期に蝶のモチーフで有名になったため、永続的にブランドのシンボルとしている。彼女の名を冠した花江森は、 その名の通り森花江が1951年に設立したオートクチュールメーカーである。その後バブル崩壊の影響もあり2002年5月30日民事再生法を申請、受理され、負債総額101億円で倒産した。倒産を前に2002年にプレタポルテ部門を三井物産とロスチャイルドグループへ売却。プレタポルテ事業に関しては、 三井物産が100%株を保有する形で、現在に至るまで存続している。その後、社長に石坂君之助を迎え、森花江自身は、新会社、花江森で、オートクチュール事業を継続。森花江は2004年7月7日、パリで A、W オートクチュールコレクションを最後に引退。そのコレクションには、多数の有名人が駆けつけ、最後は、 スタンディングオベーションで迎えられた。作品は、歌舞伎役者の描かれた、ロングドレス、日本風の花がプリントされた、スカート、かんざしを使用するなど日本を意識した内容であった。森は日本を代表するファッションデザイナーの一人であり、1970年代から1980年代にかけて特に女性から強く支持された。夫、森健は、花江森元代表、二人の息子のほか。 娘がいる。長男、森武氏とイタリア系アメリカ人の妻、森パメラとの間には、ファッションモデルタレントの森泉、森星のほか、長男の森健、次男の森務、次女の森幸、バイム、デザインスタジオ LLC 代表。さらに結婚はしてないが、森幸が、ニューヨーク留学中に出会った ESPN に勤める、ユダヤ系アメリカ人のジョナサン・ルトナーとその間に、生まれた息子が、 ロサンゼルス市、バンナイズに在住している。現在は、総村もいる。ありがとうございます。